新型コロナウイルスの猛威は収まらずこれまでに世界の55の国と地域で感染が確認されています WHO ・世界保健機関は28日付の状況報告で新型コロナウイルスの感染者が55の国と地域の8万3652人に上ったと発表しました中国本土以外での感染者が全体のおよそ6%に達し 世界各地での増加傾向が明らかになりましたまた WHO は新型コロナウイルスの地域別のリスク評価で世界全体を中国と同じ最高レベルの非常に高いに引き上げました。